友よ、こんにちは。今日いかがでしょうか。今日の題は、人とは、人とは、これについて考えましょう。本当に当たり前のことですけれども、場合によっては自分が何であるか分からない、あるいは人生の意味は何か分からない時があると、も分からない人がいると思う、多いと思うんですよ。ただ成り行きに任せて流されるような人生送る人もおそらく少なくないでしょう。はっきりしたことを知りたいんですね。永井博士、長崎の有名な永井博士の書いた中にはこういう文があります。腕力が尊いなら熊は人間より偉い。肩の力が尊いなら人間は牛にかなわない。走れば馬に負け、鼻は犬ほど効かぬ。人間たる尊さは知恵と意志とを備えた霊魂を持っているということだ。ここまでです。素晴らしいですね。永井博士の書いた文は人間の特徴だから、万物の霊長と言われるのはそれだと思います。人間はただ動物、体だけでなく、やはり霊、魂、霊魂を持っているからです。ではまた明日ですね。明日まで。さようなら。